ジュール・グーノンは、フランス・オーブナ出身のレーシングドライバー。1990年代に、ミナルディ、シムテックから F1 に出走した、ジャン・マルク・グーノンの息子であり、現在は、メルセデス・ AMG のファクトリードライバーとして、GT レースを中心に活動している。2017年のスパ・フランコルシャン24時間レース、および2020年のバサースと12時間レースの勝者。 グーノンは15歳でカートを始め、2013年に、フランスフォーミュラ4選手権にステップアップすることで4輪、レースデビューを果たした。グーノンは6勝を挙げて、アントワーヌ・ユベールに次ぐ2位でシーズンを終えた。翌年には、AV フォーミュラから、フォーミュラルの 2.0NEC に参戦したものの、レースの最高位が9位となる厳しいシーズンを送った。二千十五年に、グーノンは、 エスポアール・ポルシェ・カレラカップ・フランスに選出され、スカラシップを得て、ポルシェ・カレラカップ・フランスに参戦した。彼はシーズン中に一勝を挙げ、ランキングは6位となった。9月にナバラサーキットで開催されたレースでは、ジョフリー・デ・ナルダのスピンに巻き込まれ、ナルダのマシンの真上に乗り上げるというアクシデントに遭遇した。グーノンはこのクラッシュで2箇所の脊椎骨折と診断された。 2017年のアダック GT マスターズのタイトルを獲得したグーノン。2016年4月、グーノンはキャラウェイコンペティションからアダック GT マスターズに参戦することが明らかとなった。グーノンはダニエル・カイルビッツと共にこの年より投入されたコルベット C7GT3R をドライブした。第2戦ザクセンリンクのレースにで、 初勝利を飾ると、前半戦に3勝を挙げて、タイトル争いをリードしたが、最終戦のクラッシュによってタイトルは、ランドモータースポーツ29号車のコンビに、タイトルは渡った。翌年もキャラウェイコンペティションから、GT マスターズに参戦した。共に2勝を挙げたチームメイトのカイルビッツは、シーズン中に骨折によって3レースを欠場したものの、代役を務めたレンガーバン。 デルザンデと共にさらに衣勝を加え、最終戦ホッケンハイムで、ランドモータースポーツ1号車を抑えて、自身初となるタイトルを獲得した。また、この年、ランドモータースポーツからデートナ24時間レースに出場し、GTD クラスの2位表彰台を獲得したほか、アッカースプから、ブランパン GT シリーズのプロ、アムカップに参戦した。さらに、 アウディのサポートを受けるサンテロックレーシングからマルクス・ビンケルホック、クリストファー・ハーゼと共に参戦したスパ24時間レースでは最終ピット時に時間調整を強いられたアッカ・ースプ90号車を交わして総合優勝を果たすなど躍進の一年となった。ベントレイ2017年12月、ベントレイはウェザーテックスポーツカー選手権へと転向したオリバー・ジャービスに 変わるファクトリードライバーとして、グーノンと新たに契約を結んだことを発表した。グーノンは、スティーブン・ケーン、ガイ・スミスとチーム M スポーツの8号車に乗り込み、ブランパン GT シリーズ、耐久カップとインターコンチネンタル GT チャレンジに出場した。ブランパン GT シリーズの第3戦、ポールリカールでは、予選18番手から順位を上げ、レース終盤にトップに浮上した。 最終ラップでエミール・フレイ・レーシングの14号車に交わされたものの2位表彰台を獲得した。2019年も体制は変わらないまま両シリーズに参戦した。前年2位に終わった第3戦、ポール・リカールではポールポジションを獲得し、レースの大半をリードして前年より投入された第2世代のコンチネンタル GT3 にとって初となる勝利をもたらした。 また、最終戦カタロニアではアクシデントが相次ぐ中、3位表彰台を獲得して、年間ランキングも4位に入賞した。また、この年には、リシコンペティスヨーネからルマン24時間レースに初、出場している。2020年は、GT ワールドチャレンジヨーロッパに参戦するチームが、K、パックスレーシングに変更となり、新たなチームメイトとして、ロドリゴ・バプティスタが加わった。 マクシムスーレ、ペッパーと共に参戦したバサースト12時間レースでは、レース中盤から、首位争いに加わり、最終のピットストップで、メルセデス勢を逆転して、トップチェッカーを受けた。この勝利はベントレイにとって、初のバサーストでの勝利であった。ベントレイが、GT3 のワークス活動の終了を発表した直後に開催された、イグトク最終戦キャラ編みでは、グーノンラは。 ランキングトップに3ポイント差の位置につけていたものの、2度目のピット直後にエンジントラブルが発生したためにリタイアし、タイトル獲得は叶わなかった。メルセデス2021年2月、メルセデス AMG はファクトリードライバーのラインナップにグーノンを加えたことを発表した。ありがとうございます。